さあ、1列目は田中レオナ選手と青木亮選手が2人が並んで、その後ろに早瀬博道、目黒碧、3列目には浜田陽介、東堂久美、そして4列目には田中龍道となります。さて、大雨ですが、今最終コーナーにやってまいります。まもなくスタートです。スパリの決勝の第2レース、今、加速がスタート、スタートが切られました。さあ、2番手、3番手、ちょっと牽制してる感じの思いをしましたが、トップは田中レオナが守って、最後に青木亮で早瀬がその後ろというところで、さあちょっと早瀬今後ろから引かれるような形で膨らんでしまいました。続けに10番鎌田陽介、最終コーナーで上がってまいりまして、コントロールラインを通過してきます。そこが田中、2番手青木亮、3番手が青木亮、今8番手の上に20の鎌田陽介、後ろに東堂を積み立てています。トップ戻ってまいりました。コントロールラインを通過していきます。田中レオナパーセンターとマーク41秒87、その後ろから青木、そして速瀬も進みます。まあ、山田が400グラムについて、このトップの選手が、かなり足元に座り、ここに落ちてしまいました、ダブルコーナーのため、マンが強くなっていきますと、このスーパーリードの選手にとっても、難しいコンディションになっていきます。3周で40に入りました、トップは田中です。ペースが上がらないように見えます。5番の青木のペースが今ちょっと、その後ろ早瀬、後ろのペースが上げてきました。トップが今最終コーナーで上がりました。コントロールラインを通過しています。青木のペースを上げたいところです。青木ペースを上げましたが、さらに後ろの早瀬の方が、これはもう時間の問題のようにも見えてきました。最終コーナーの立ち上がり、早瀬がコーナーもうズバリただ2台並ぶ、並んでプラスレコ、トップは最終コーナー、ダイヤビーの立ち上がって最終コーナーです。トップから始まらコントロールラインを通過していきます。2番手は早瀬、オブトップと青木の順調に
ロキャーマンバナナ、そうですね。そして鎌田が一度登場してくる次の17番の鎌田龍のドルマナナメグロイマコントロールラインを通過しました。Thank you.